さあ続きましてはおうちでちょこっとライのコーナーです。地域で活躍する講師が生活を豊かにするさまざまな豆知識を教えてくださいます。さあハロウィンが終わりますと早いもので次はクリスマスということで、今回は自宅で1メートルを超える大きいフラワーアレンジメントのレッスンを行っていらっしゃいます相沢智美先生がクリスマス気分を盛り上げてくれる飾り物を教えてくださいます。それではご覧ください。皆さんこんにちは。泉区で1メートルを超す大きいフラワーアレンジメント教室をしています相沢智美です。本日はクリスマススワッグを作ってみたいと思います。スワッグとはドイツ語で壁飾りのことです。クリスマスリースよりも少ない材料で簡単に作れますので、お花初心者の方にもおすすめです。それではお家でちょこっとライ。それでは、華やかなクリスマスワッグを作っていきましょう。材料をご紹介します。60センチサイズのもみを1本、60センチサイズの、クジャクヒバまたは石灰杉でもいいです。50センチサイズのユーカリ、そして今回はリボンを2色使いたいと思います。2センチ幅のリボンを1メートル、そして1センチ幅の細いリボンを30センチ、輪ゴムを2本、リボンを切るハサミを1つ、そして花切りバサミ、ない方は園芸バサミもしくはキッチンバサミでもいいです。こちらの材料の他にもドライフラワーになる葉っぱでしたら代用は可能です。葉っぱやリボンなどは生花店で揃うことができますので、ぜひお気に入りのものを見つけてみてください。では葉っぱの下準備から始めたいと思います。まずこちらのもみですね、上から45センチのところで切っていただきます。こちらのヒバも同じように45センチで切ります。続けまして、こちらの切り落としたもみですけども、長い枝がたくさんついておりますので、こちらを切り落とします。クジャクヒバにも長い枝がありましたので、こちらも切り落として使ってみたいと思います。続けまして、切り口から10センチほど、この間の葉っぱをすべて取っていきたいと思います。こちらのクジャクヒバも取っていきます。それでは、下準備ができましたら、いよいよ束ねてみたいと思います。一番下にもみを置いていただきまして、上に長い葉っぱを順番に重ねていきたいと思います。もみ、そしてクジャクヒバ、ユーカリとそれぞれ葉っぱの色が違いますので、色の配色などを考えながら束ねていただけるととても綺麗にできます。そして、スワッグは、三角形になるように形を整えてあげるととても形よくできます。先端は細くだんだんと、広がっていくようなそんなイメージで束ねていってください。このように、スワッグを束ねることができましたら、枝の長さを切り揃えたいと思います。すべて同じなくても、だいたい揃っているぐらいでも大丈夫です。
そうしましたら、こちらの葉っぱの根元のところに、輪ゴムを巻いて留めてみたいと思います。輪ゴムは同じところで一箇所で巻いてあげてください。ではこちらの、束ねたスワッグに、リボンをかけて華やかにしてみたいと思います。こちらのリボン、両端を揃えていただいて、2本重ねて持っていただきます。そうしましたら、先ほどかけました輪ゴムの上にリボンをかけていただき、一度このようにして結んでいただきます。そうしましたら、このようにして輪を作って、リボンの足を刃先の方に伸ばしていくような形で蝶々結びを作りたいと思います。一度軽く、縛ります。そして、リボンを上下に引っ張って広げてあげます。はい、形ができましたら、もう一度引っ張って、しっかりと留めてあげます。蝶々結びができましたら、リボンの足を、切って、バランスを整えてあげます。それぞれ長さが違かったりしてもとてもいいと思います。続けてスワッグをかける輪っかを作ってみたいと思います。細いリボンを先ほど作った蝶々結びの下に引っ掛けます。そしてこのまま一度スワッグを裏に返していただきます。はい、ここで一度固結びをします。続けまして、こちらのリボンの先端を重ねていただいて結んでいただきます。輪を作ってその中に通してあげるような結び方でも、どんな結び方でも構いません。余ったリボンは短く切ってあげます。はい、このようにしてスワッグが完成しました。飾る前にリボンですとかスワッグの葉っぱなどを、形を整えてあげるととても綺麗に飾ることができます。そしてこちらのスワッグは壁飾りだけではなく、玄関の外に飾ることもできます。ゆっくりとドライフラワーになりますので、その過程も楽しみながらぜひ飾ってみてください。それでは、爽やかな香りも楽しめるクリスマススワッグ、ぜひ作ってみてください。はい、そして相澤さんにお作りいただいたスワッグ、実際のものがこちらスタジオに届いています。ボリュームがあって華やかですよね。匂いはどうです？まだほのかにしますね。これドライになっても長く楽しめますからね。長さを揃えてまとめるだけなので、あ、不器用な男性でもできるんじゃないかなって思いました。プレゼントにいいかも。自然のもので、ぜひともクリスマスを楽しんでみてください。ご紹介いただきました相澤さんですけれども、泉区のご自宅でブーケットパフュームという1メートルを超えるフラワーアレンジメントのレッスンをなさっています。ご興味がある方、ぜひともチェックなさってみてください。以上、おうちでちょこっとラインのコーナーでした。チャンネル登録お願いします。チャンネル登録お願いします。チャンネル登録
登録お願いします。